じゃーん。バーゴ、ボックス、ファイヤーボックスグリル。じゃーん。さすがバーゴです。ワンタッチで組み立て完了。ヘクサゴンと同じです。どうでしょう。アルコールストーブ、いけますね。こんな感じです。これネイチャーストーブのごとくですけど、ちょうど下にフィットします。こんな感じでしょうかね。グッと。それでもってね、実はこれかなり細いです。驚き桃の木の細さ。これがユニフレームのネイチャーストーブショーですが、もうボロボロです。ステンですけどね、もうすっかり錆びついて、もう網もボロボロです。こうですけどね、比べてみると大きさ的にもひど変わらんって感じ。ステンでもね、やっぱり火にかけるとこうやって錆びてきます。その点チタンは大丈夫。まあ歪みがいずれすぐ出てくるでしょうけどね。まあ実戦投入早くしたいですね。はい、ということで、バーゴファイヤーボックスグリルご紹介です。